12月ぐらいになってその新作のタイトルのパワーが落ちてきて新たな新作っていうのが入ってこない状況っていうのが、要は新作をよく借りてくれる、ヘビーのお客さん月に3000円以上お金を落としてくれてるお客さんっていうのの人たちのレンタルする枚数減につながってで結果1ヶ月の中で、まあ、2万弱ぐらい客数レンタルがある中で、そのどのぐらいかな7割ぐらいが、もう韓流だったり海外テレビドラマ の, そのヘビー会員の客数が減ったことによるものであるというのはジャンル別とかで見た時に見えたんですけどでそれがレンタル来たちょっと課題がある、まあ、ただ前年よりはプラスはしてるのね、映像で 106% ぐらいですかね着地がで、なんでかって言ったらそれだけ落としたんだけど何でやったっけそれS 級が12月はたくさんだもんね、何やったっけハリーポッター GI ジョー、ターミネータートランスフォーマーあの辺ちょっと大きいタイトルがどんどんだったよ、はい、だけど洋画 SF だったりとかアクションだったりとかその辺が1ヶ月プラス50万以上とか、はい、そういうのを出した分なんとか補えたという感じただその1ヶ月の客数を100とした時に分類としてはヘビーで月3000円以上利用する人あと1000円以上を利用するレギュラーの会で1000円未満の、ライトの会員って3種類その 2万いるんだったらそのお客さんがそう分類されちゃうねで結局その中のこのヘビーっていうのを来る回数が減ったことによって客数が減ってるただライトとか、まあ、レギュラー入るかもしれない主にライトでそういう S 級に食いつく普段はそんなに借りないけど大きいタイトルがあったっていう人たちの数が増えてで、全体の客数としてはなんとか、客数もそうやね、前年プラスですもんね、はい、前年プラスですよという、構図だと。だから要は質が変わってるよね、お客さんの数は同じそれ以上ちょっと取れてるんだけど、よく来るお客さんが増えて、新しく普段借りない人、12月っていうのもあるけど、いいお客さんが増えたと。でも質が変わってるから、結局はその売り上げが安定している時期っていうのは必ずそのヘビーのお客さんの売り上げの比率、客数の比率が高いから1ヶ月、2ヶ月だけ見たときにそこをどうにか回復させないとちょっと先細る恐れはあるというのがちょっとレンタルとしては課題でした。